イエーイ。はい、どうも。はい、久しぶりの食べ黒です。はい、ただいま5月21日、松山優太単独コンサート in 所沢市のミューズのですね、リハーサル会場にマスクのダンサーたちがですね、振り付けの練習をしております。はい、もうですね、意外とチケットが間もなく一応満席ラインというところまで来ております。もうあと20枚ほどになってます。はい、なのでどうしようかな、行こうかなと悩んでる方、来てくださいとは言いません。売り切れて来れなくなって入れなくなってしまった時に、はい、あ、行けばよかったと思うのは僕ではありません。ぜひよくよくお考えいただいて、まだチケット間に合いますのでいただけたらと思います。はい、さあ、そしてですね、いよいよ4月29日松山優太ニューアルバム、セカンドアルバム送信力発売でございます。はい、この曲は全7曲入りなんですけどね、まあ、アルバムというにはねちょっと少ないかなともちょっと思うんですが、自分のね今できるクオリティ、納得いく、納得のいくクオリティで、皆さんにお届けできる数が7曲というところにね、なりました。やっぱりこう中途半端なものをね出して後悔するのは自分なので、作り込んで作り込んでこだわって作ってね、作り込んだものを収録して発売します。このアルバムの、ね、テーマはですね、送信力、まあ、カタカナなんですけども、僕は最初この言葉を忘れた時には奏でる心の力というふうに書いてあるんですけども、考えてみたら、送信力って、まあ、すぐ聞いて思いつく、まあ、メールを送信って言葉だと思う違うのかなと思って、あんまり意味を固めない方がいいかなと思って考えたりしました。だから曲によっては、送信、壮大な層に進む力、なんかすごく力強い意味もありますし、ですね、こう、掃除の層、心と体の力で送信、これはなんかこうね、心の傷を汚い、はい、あとさ、ね、そんなイメージ、印象を受けます。だから、それぞれに受け取り手が、はい、違うものを感じてもらえたら、やってます。初回限定で300枚。はい。あ、混ざって、混ざっています。発売いたします。これはネットショッピング、そして、お買い求めは Yahoo ネットショッピング、そしてライブの会場というふうになっておりますので、300枚ジュエルケース仕様になります。この後にですね、300枚受け入れてから違う仕様の送信を発売しますが、ぜひ300枚欲しいという方、もしくはライブ会場でご購入ください。よろしくお願いします。なのでぜひライブ会場でお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。